青森県弘前市で行われるお山参詣は津軽地方の秋の最大の祭りで、昭和59年に重要無形民俗文化財に指定されました。その年の五穀豊穣、家内安全を祈願するために毎年旧暦の8月1日津軽各所から一斉に津軽富士とも呼ばれる岩木山の山頂を目指し集団で登山を行います。この際、津軽一円から岩木山に向かう沿道では五色の上りと五兵を掲げた白装束の各地区の保存会の方々が祭儀祭儀と唱え事を歌いながら行進する風景が各所で見られます。そして津軽各地から岩木山のふもとにある岩木山神社に到着した白装束の人たちは水で清め、岩木山神社へのお参りを済ませ、山頂への出発時間の夜中0時を待ちます。時間になると各所から集まった集団が松明を掲げ、山頂での御来光を目指し一斉に登山を開始し、豊作を祈願いたします。今日は青森の田舎の田んぼ道を歩く行列を想像しながらぜひご覧ください。
30日から9月1日の間に行われ、一般の方々は9合目からの40分間の登山で山頂を目指せますので、皆様も家内安全祈願などで一緒に参加してみませんか。小山山系の皆様でした。ありがとうございました。皆様